はい、列車がやってきました。1時49分発の、各駅停車長岡駅です。今この列車が来るね、2分ぐらい前から空気がね、風が吹き始めましてね、この列車が押し出してきた風だと思うんですけど、面白いですね。さあこれに乗って、越後湯沢まで参ります。そしてこちらが先ほど側面窓からの撮影ではよくわからなかったケロサワ橋梁です。上越線の人気撮影スポットの一つですが、撮り手の方は橋の下から、橋を渡る列車を狙います。なので車窓から眺めても今一つピンとこないかもしれませんが、土木遺産に選定される築年数80年以上の橋です。こちらも上越線の人気撮影スポット、岩っ原の大カーブです。列車は右カーブを走行中ですが、これが終わると左の大カーブへと入っていきます。さあ見えてきました、前方、左カーブの始まりです。ここは地図で見ると一目瞭然なんですけど、ぐるっとほぼ180度で回っています。鉄道は勾配に弱いので、山井谷あおい黒線は勾配緩和の大回りをする必要に迫られます。ずっと左に曲がっていってるのが分かりやすいですね。カーブしているので長い編成の列車でも先頭から最後尾まで綺麗に1枚の写真に収まる人気の撮影地です。しかし今はそもそもそんな長い編成の列車は貨物列車くらいになってしまいました。まもなく車窓の奥に、こんな山奥には不釣り合いな高層ビルが見えてきますが、越後湯沢のリゾートマンションの一つです。ちょうどこの右側に岩っ原スキー場があるんですけど、かつてのスキーブームが去り、今この湯沢町の悩みの種になっているのが残されたこれらのリゾートマンションです。さあまもなく左カーブ終了です。上越国境は趣味的にも見どころ多い感ですが、それだけに工事も大変だったろうと容易に想像ができます。というわけで越後湯沢で下車しました。次はこちらの15時8分みなかみ行きで、高崎方面へ参ります。40分ぐらい時間があるので、少しね駅の中を見てみましょう。越後湯沢の駅構内には心湯沢っていうですね、商業施設があって、お土産屋さんですとか、それからお食事どころなんかがね、あるんですけども、湯沢はあの温泉どころ、お酒どころということで、ここにはあの温泉の、お酒の温泉か、お酒の温泉なんてのもあるんですけども、ちょっとそこに入ってる時間は、ないので、別のところを訪問します。先ほどちょっと土合駅で階段上りをしてね、汗をかいたので、ここでは水分補給をしたいと思います。というわけでここで喉を潤しています。利き酒番所、ここは500円でね、5杯利き酒ができるっていうね、ちょっと天国のような場所でございます。16歳未満は、17歳18歳 OK なんですか。こちら、はい、はい、お前ですね。最後おちょこは返却口、はい、お願いいたします。ございます。こんな感じでトークンがね5枚もらえるんですね。これを、こちらに並んだコインロッカーのような場所に、
入れることでお酒が出てきます。すごい種類がいっぱいあるね。ここに11月人気ランキングっていうのがね、日本語と英語で書いてありますんで、まあこの中から選ぶといいんじゃないでしょうか。この利き酒番所は同じような施設が新潟駅の方にもあるんですけどね、越後湯沢駅は日本酒だけじゃなくて梅酒とか焼酎でワインなんてのもあるんですね。で新潟駅のは基本的に全部メダル1枚トークン1枚なんですけど、湯沢駅のは、トークン2枚とかね3枚のも、あります。ちょっとねもったいないんで基本的には1枚1杯で5杯いきたいと思います。1杯目はこちら行きます。石原美希です。なんていうのだろう、千代の光酒造か、千代の光酒造冬限定室賀生酒っていうのがちょっとね気になったんで、こんな感じで、おチョコレンタルおチョコね、これを開けまして2メダル1枚入れてボタンを押すとちょろちょろちょろっと出てきます。これをして終了。何だろう、よくわかんない。結構甘いですねこれはね。すごいですね、メダル4枚なんてのもあるんですね。こっちにね、ちょっとおすすめっていうのがあって、探しても見つからない酒、マスカットのような華やかな香りと芳醇な旨味。で、これはね、メダル1枚なんで、ちょっとこれいってみましょうか。これは全部お塩ですね。すごいいろんな種類の塩があるんですけど、これ利き塩のお塩です。これも塩かな。温泉塩。これは味噌だそうです。赤い塩、ハイビスカス。これは何？ちょっとなんか沖縄なんとか島読めないな。なんでこんな黄色い。沖縄というとウコンかな。そんなわけないですね。笹塩、熊本笹塩。先ほど11月の、人気ランキングの方を紹介しましたけれど、人気ランキングはやっぱり有名どころをね、皆さんが飲んだ量によって多分ランキングされてると思うんですけど、有名どころが多かったんですが、こちらはスタッフのおすすめリコメンディットということで、こちらから選んだ方が面白いかもしれませんね。ということでちょっとこのあと残り3杯はこちらから選んでみたいと思います。次はこちらの苗バスタ、カカオのようなコクっていうのがねおすすめらしいので、これ行ってみましょう。ではこちら苗バスタ、カカオカカオ、これはねな、マスカットのカカオ美味しい美味しいですよね。ちょっと正直マスカットカカオっていうのはよくわかんないな。ここにあるこの梅塩がねすごい美味しいです。さっき紹介したハイビスカ塩っていうのはよくハイビスカスの味わかんなかったけど、これはね本当に梅の味の塩ですね。ただ実際にこうやって舐めるのはいいんですけどね、料理とかなんか使えるのかなっていう気はしますね。これも新潟の方には、ね、ないやつなんですけど、越後湯沢だけにあるセルフボカン装置ということで、ちょっと、ね、一回この缶酒を飲んでみようかと思うんで、
ここにちょうどその神崎でおすすめの銘柄がね書いてあるんで、この中から一つ選んでみたいと思います。何て読んだろう、電油か、電油、マンゴーのような香り、これが缶でおすすめなんで、これいってみましょう。この地域で一番言ってる人だ。セルフ乾燥機こうやって、あ、美味しい、向こう行ってるよ、入れるだけです。何分ぐらい、2、3分か、2、3分ということで、ちょっと待ちましょう。はい、では缶完了、電油いってみます。よくわかんない。マンゴーだそうですけどね。難しいな、日本酒も。では最後の一杯もこちらのおすすめから、この最後この超辛口をいってみます。42番、池浦酒匠さんの超辛口です。最後ちょっとこれを見ててね。あとこれもこれもいくよ。じゃあラスト一杯。ああすごい、しっかりしてますね。ちょっと細かい味の違いは分かんないですけど、僕はやっぱり辛口の方が好きですね。スッとすっきり飲める、今日飲んだのは割と甘口のお酒が多かったと思うんですけど、これがいいですね、すっきり喉越し爽やかで。酔っ払ったことはもちろんありますけど、こんな今で酔っ払えるのってある意味幸せですよね。まあ、現実的に考えれば非常に危ないですけどね。さっきの日本酒館のチョコはもちろんね、持ち出しは禁止です。別に料金は入ってませんのでね。でも可愛らしいのでね、結構欲しいなって人、多いんじゃないかと思いますけど、ここにちゃんとねこうやって売ってるんですよね。さっきの大きさはどれ、これ一番ちっちゃいやつかな、おそらくこの一番ちっちゃい253円のね、これが木崎用のおチョコだと思います。結構いろんなサイズがね売ってるんでね、興味がある人はここで買っていくこともできます。この奥に先ほど紹介した、酒風呂があるんですけどね、もうちょっと次の電車まであと20分しかないので、入れないことはないですけど、ちょっと慌ただしいのでね、今回はやめておきます。越後湯沢駅改札口ですけどね、これがイングリッシュでしょう。でこのチャイニーズがなんか2つねあるんですよね。で、ハングルで、これは何だろう、タイ語かな。すごいですね、これは初めて見ました。まあ、スキー場があるからね、東南アジアの方からやっぱり雪見たくてスキー場来る人が結構いるんでしょうかね。しかし雪がないんですね、今年ね。本日ガーラ湯沢スキー場はゲレンデ営業中止っていうことは、やっぱり例年ですとこの時期もうオープンしてるんですよね。これだけ雪がないっていうのも、すごいですね、本当に。それではこの列車で水上高崎方面へ参ります。この動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。